まず1点目、408X のイーナセットアクセサリーミックスシャープ1でございます。はい。はい、こちらは、お色が、まずゆうちゃんがつけてる A タイプ。A タイプです。A タイプはブレスレットがゴールドで、はい、この3連になってるやつもゴールドで、はい、これが白い、なんか、あれです。白い、これ何ですか？石？ストーン？ストーンみたいな、うん。白いストーンで、ここらはね、全部ゴールドっぽい感じなんで、はい、全体的にゴールドのやつでございます。はい、はい、で私がつけてる B セットが、うん、ありがとう、うん、こちらブレスレットがシルバーのお色で、うん、はい、あとつけてるリングはこの3連のものはシルバーになります、うん、はい、でこちらのストーンがついてる方はイエローのお色なんですけど、うん、これも差し色になってめっちゃ可愛いので、うん、はい、はい、お楽しみにしててください、うん、はい、このねストーンのやつはどっちもここが、うん、ゴールドなんですよ。素材のこの輪っかのところはゴールドなんですけど、うん、こっちはなんとなくシルバーでまとめたかなって感じの色にしました、はい、しました、はい、はい、でこちらは全部、3点ともシルバー925のアイテムに、そうなんです、なっております。はい、で、お値段が、うん、単品購入だと11,660円のところセットだと8,900円で、マイナ、2760円お得にでございます、はい、買っていただけます、はい、シルバー925が伊豆市でも出てて、うん、やっぱり結構ね長い間使えたりとか、うん、特集も一応ありまして、そうそうそう、シルバー925って何ってところからお手入れ方法まで書いてるんですけど、長く使っていただきたいセットを組みました、はい、でこうまとめてレイヤードしてつけてほしいので、もう私はこのつけ方を本当におすすめしてるんですけど、なんかあんまりリングが苦手とかあんまりつけすぎると結構ごつい印象になっちゃうので、こっちはリングなしで、うん、こっちに2つつけるのがなんかバランス、え、かわいいってなって、いや本当にこれはセットにしようって思って作ったんですけど、はい、このバングルもすごい華奢なのと、そう、こっちのリングもすごい華奢なんですけど、ストーンがさりげないのと、この3連のやつめっちゃ可愛いんですよ、これ。そうなんです、2人ともそう久しぶりに中指につけるぐらい、うん、でもうこう回すときにちょっとサブタイトルで手元が美人に見えるセットってしてるんですけど、そうなんです、本当にあのチャーンって感じで、はい、チャーンって感じで、そうちょっと結構長い間皆さんに使っていただきたいセット一つ目に作られました、うんうん、はい、そうなんです。結構ニットとかとこれからこういうね、そう、アクセサリーを合わせていただきたい、はい、これはこんな感じで、まあうん、穴が開いてるのでキュッてやったらいけるんですけど、これも結構軽いし華奢なので、ね、なんか私はなんかレディーな格好してますけど、もぴちゃんちょっと T シャツでカジュアルですけど、うん、どんな格好でも合わせられると思うので、うん、はい、本当に毎日使ってほしいセットを組みました。組みました、はい、あ、嬉しい、皆さんがお手入れ方法勉強になりましたね。いやですね、私も初めてああいうお手入れ方法を知ったんですけど、そう、めっちゃ勉強になりました。ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんですよね、そうなんです。すみれさん、白いストーンはなんて石ですかってあるんですけど、こちらね、あのアクリルストーンになります。おお、はい、そうなんです、うん、ね、商品ページの方にも書いてあるんですけど、ちょっとセット内容の方の商品ページには書いてないんですけど、はい、こちら私のつけてるこっちの色の両方ともアクリルストーンにはなります。はい、はい、です。あー、すみさん、バングル欲しいと思ったからちょうど良かったですって、ありがとうございます。そうね、やっぱね、このバングル何が使いやすいって、ここであの普通に通すだけっていうのがいいですよね、うん、本当に、いや間違いないです、うん、そう、めっちゃ楽です、これは。そう、これは華奢なので、うん、本当に使いやすいと思います、これは。可愛いと思って、うん、そう、ゆうちゃんがね、あの真っ先につけてて、え、そう、え、そう、これは可愛いって言って、これ可愛い、え、その日ずっとこれつけてた、え、そう、ずっとつけてた、ゆうちゃんずっとそうそうそうこっちにバイブル一つって、うん、こっちにこれ、ここ、うん、ここがほんまにこの別とこでしょ、うん、そうやと思ってありますゆうちゃん何回もやっぱ可愛いよなって、やっぱ可愛いって思ってそう、そうなんです。で、これはすごくおすすめですよ、はい、うん、でございます、はい、ございます、はい、あ、お手入れ方向けられました、ありがとうございます、本当に私もこれはびっくりしました、はい、あのもしまだ見られてないって方がいらっしゃったら、うん、あのサイトのこんな感じです、特集ページがございまして、はい、こちらをタップしていただくとこういうあのアクセサリーセットの特集ページに飛ぶんですけど、はい、このここにこんな感じで旧シルバー925のお手入れ方法が載ってますので、うん、よかったら皆さんぜひ真似していただけたらなと思います、はい、はい、お願いします、お願いします、はい、はい、
ね、リングサイズ知りたいですってことでありがとうございます。ちょっと詳しく書けてなくて申し訳ないんですけど、はい、ですね、まずストーンのやつ、この、うん、シルバー9のカランストーンリングのやつ、はい、これはですね、リング号数は11号相当でございます、はい、なんでな、うち、しゅ、うち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 、内、内、内周、内周かな、わからん、内周 5.1 ですね、はい、なんでリングの号数的には11号相当のものでございます、はい、薬指とかにもつけれる、もきちゃん。私ね、全然いける、うん、今日ちょっと手がむくんでるんですけど、うん、でも私は薬指でも全然、私は薬指結構ゆるゆるまではいかないですけど結構いけます、はい、薬指も全然やるで、うん、親指がきついかなってぐらいかな、うん、私は、私もちょっと親指はきついけど、はい、他の指はいけそうです。でも一番だから人差し指が私はフィットしたのでちょっとここにつけてるんですけど、はいはい、そうでございます、ございます、はい、そうして、もう一つの、あの3連の、うん、シルバー9人号3ライン、はい、3連リングですね、うん、こちらはリングサイズは13号ぐらいでございます、はい、内周が 5.3 センチ相当なので、うんうん、こっちの方がちょっと大きいのかな、そうですね、うん、大きい感じでございます、うん、はい、はい、なのでこのやつとかだったら多分薬指と結構細めなのかな、そうですね、うん、なんかそんなにブカブカでもなく、うん、つけていただけるんじゃないかなと思うのでですね、私はこれ結構親指でもいけたので、はい、結構本当どのなんか指でも使っていただけそうな気がします、確かに確かに、うん、ですです、はい、あ、ちょっと私親指無理だったわ、 あ、いけた、お、お、お前いけたこっちはいけた、うん、なんでこっちの方が大きめですね、はい、大きめです、はい、あの親指も可愛いな、ね、可愛いよね、私結構親指つけるスキンよ、なんで結構おすすめです、はい、皆さんこんな感じで合わせてもらったら、うん、ちょっとこれでセットが、はい、結構ほんまにえって思って、これもともとセットだったんじゃないの、いや確かにね、ほんまになんか合いすぎて、そう、合いすぎて、うん、そうなんですよ、なんでぜひ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 、はい、やつが1個目です、です、はい、はい、嬉しい、まどかさん普段あまりアクセつけないけどシンプルでいっぱい使えそうだから入門編としてこれ欲しいって、嬉しい、ありがとうございます、いでも本当にこれ単品それぞれ全部可愛くって、そうこの3連のやつとかめっちゃ可愛くて、これ全部ね、結構スタッフ人気が高いんですよ、全部こうつながってるんですけど、そうなんです、そうなんか結構太めのやつバーンでもいいんですけど、うんうん、なんかね最初ちょっとゴツゴツどうかなって方はこういうのとかから始めてもらってもいいし、ストーンもねさりげないしね、そうなんですよ、そう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 、うん、なんかアクリルなんでそんななんかギラギラしすぎないので、うん、そう、ほんとさりげなくてちょうどいいです、はい、これは色はね固定されてるんですけど、ちょっとこう合わせて可愛いようにちょっと考えて作ったので、はい、ぜひセットでつけていただきたいです、うん、です、はい、はい、そうおすすめです、うんうん、特に私はこの3連がマジで本当におすすめです、はい、はい、ですおすすめです、そう、はい、あ、ゆうちゃん、おきちゃん、こんばんは、今からいます、サリーリング可愛いですよねって、ありがとうございます、ね、そう、結構1連だったら結構寂しくなるじゃないですか、やっぱりそう、そう、けどやっぱ3連やけど華奢っていうのがいいんです、そう、いいんです、手元がね、何もないの、それは皆さんいいんですけど、ちょっとやっぱ、うん、ちょっと綺麗に見せたいってなったら、うん、ちょっとリングとかがあった方が、うんうん、ちょっとなんてなんかね、ね、そう、ちょっと女性らしさがアップになりますよね、うん、そんな感じの、はい、1個目でした、はい、合わせていただけたらなと思います、ありがとうございます、はい、はい、